連想コベルゴサード RCF 平手光平です。これから富士スピードウェイを紹介します。僕の公式練習の映像です。ここが 1.5 キロある富士スピードウェイのストレートで、まあ、1コーナーは、GT300-500 のオーバーテイクポイントで、あるんで、まあ、今ちょっとブレーキミスしちゃいましたけど、はい。ここから立ち上がって、A コーナーに行きます。あ、コカ・コーラコーナーですね。ここは結構高速コーナーなんで、ここでの車のバランス、結構重要になってきます。で、100R ですね。まあ、ここは一番左タイヤに、負担がかかるコーナーなんで、レース中は、結構、気にして走ってます。で、ヘアピンですね。ここは、次の、ダンロップコーナーまで、の、タイムにすごく影響するので、出口を意識して走ります。で、ここダンロップコーナーですね。はい、結構ハードブレーキ、してから、入っていくんですけど、まあ、ここで300今ちょうど目の前にいますけど、まあ、レースでは結構ここ渋滞になるので、そこの出口の今300抜いたように、加速重視で、立ち上がります。で、プリウスコーナーですね。まあ、ここも結構、まあ、3車で、ラインが違うし、まあ、GT300 なんかにもいろんなラインがあるので、結構注目してみてください。で、最終コーナーですね。まあ、ここから先、1.5 キロのストレートがあるので、まあ、ここも出口重視で、ラインを取りますというコースになっています。という映像をご覧いただきました。シャキッといや、三田さん、いいですね。テレビのこと分かってくださってて嬉しいですけどもね。できすぎな気もしますただ三田さん、今の平田選手のドライビングご覧になって、この富士スピードウェイの特徴みたいな見え隠れする部分があったんじゃないですか。うん、まあ、やっぱり最後、後半でちょっと300の車と、追いついちゃったじゃないですか。はい、あの辺が彼の言う通りで、レース中結構渋滞になっちゃうので、その辺が500同士の争いをやっている時だとか、まあ、300同士の争いをやっている時だとか、やっぱり